はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。JK です。今日なんですけれども、今日は、ちょっとね、とある噂がありまして、それについてちょっと取り上げたいと思います、まあ。J クラにすごく重要な関わることなんですけれども、なんとね、J クラもしかしたら今年、えちょっと早めに、えー、後半シーズンの更新が来るかもしれませんというところでね、しかも間近に迫ってるんじゃないかというね、情報がありまして、そちらちょっとね、取り上げていきたいと思います。 ま、これね、サムネ、今見てもらってる画面何なのかっていうのをね、ちょっと気になる方もいると思うんですけれども、これ見る限りだと、期間2022年10月22日、えー、朝の3時ね、更新からね、えー、報酬としてね、川崎フロンターレレギュラー2022ボルツーガチャ券、ヴィッセル神戸レギュラー2022ボルツーガチャ券、などって書いてあるんで、うんってね。んっていうね。え <laughs>、うんねうん、え、ということはみたいなね。 こことととが起ききてててるんですけれれどどもこれ果たたして正し正いいいいいのかどうかっていうのかかううねねちょっと、ね、考えていきたいと思います、まあ、ただ、まあ、これどうなんですかね、ログボ扱いになるとしたら、もしかしたら、ちょっと期間ずれる可能性もないとは言えないんですけれども、どういう配布の仕方するかですよね。速攻が始まるのかどうか、それともなんか例えば、まあ、いろいろね、回復約とかとがバーってつなぎて、そのちょうど開始日に合わせて、これ用意してるのかっていうね。 まあ、いろんなことが考えられるんですけれども、まあ一応早かったら、もう10月の21日の多分更新になると思うんですけど、そこで変わってるんじゃないかっていうね、はい、その可能性がちょっと出てきたので、まあどうなんかなっていうね、これね、まあこれ実際どこの情報なのかというのもね、皆さんちょっと気になると思うんで、まあそれもね、含めてちょっとお話ししていこうかなと思いますので、まああとはね、更新することによってね、どういうことが考えられるのかとか、どういう影響があるのかというところもね、しっかりと触れていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 はい。ということでね。じゃあ、これ何なのかっていうね、話をちょっと先にさせていただきたいんですけど、こちらです。はい。これね、実は J クラーというよりも、ま、あコナミのね、あの、同じ、えー、コナミのね、アプリであります。まあ、あ E フットボールね。まあ、あ前はウイレだったかな。が、今、名前変わって E フットボールっていうふうになってるんですけれども、まあ、それのね、あの、イベントの、えー、話で、10月23日にね、川崎フロントアレタイビッセル神戸の試合が行われるみたいなんですけれども、 そこのね、えっ、ー、と、試合でね、あの、イフトボールとのコラボイベントみたいなのがあるみたいですね。で、そこに、まあ、J リーグも絡んでるんで、J クラも一緒に絡めて、イベントを行おうっていうね、まあ、配布物を行おうっていう感じだと思います。まあ、個人的にこれね、すごくね、いいと思います。僕もね、結構思ってました。ちなみに、まあ、J クラって、まあ、J リーグのアプリじゃないですか。まあ、言ったらね、J リーグ公認アプリなんですけれども、 ということは、まあ、九十、まあね、スタジアムに行ったりとかしている人からしたら、まあそこでなんか恩恵られていいんじゃないかとかね、まあそういう話もね、多分結構そのスタジアム見に行ってる人からしたら、まあ要望は多分あると思うんですよ。まあ今回はね、別に行かなくてもって、行っても行かなくてもの話なんですけれども、まあ今後こうやってね、なんかリアルの J リーグの試合と、このゲームのね、まあコラボとかがあった時に配布物があるとか、なんかそのユーザーが恩恵を受けれる制度というのはね、 まあ定期的にあってもね、個人的にはまあもっと盛り上がるんじゃないかなと思うのでね。まあそれをね、木に見に行く人も増えるだろうし、まあね、お互いウィンウィンの関係になり得る可能性もあると思うので、個人的にはこういうイベントというのはすごくいいなと思いました。でなおかつ、ま J クラのね、未来にも関わってくる話なのかもしれないので、なんか J リーグ、J クラってもっと正直ね、してる人多くていいと思うんですけれども、まあ認知度がないのかもしれないし、 まあ、そういったことを考えるとね、認知されるっていう面では、うん、あのー、ね、実際の球場で、はい、スタジアムで、あの、イベントを開くっていうことは、すごくいいことだと思います。やっぱりね、普段ゲームしない人たちとかももしかしたら取り組めるかもしれないし、まあ、すごくね、いい試みだと思うんで、今後ね、なんか、あったらね、嬉しいなって思いますよね、こういうのね。はい。で、まあ、さっきのこれ画面ですよね。 えー、まあ、ここはちょっと説明はもうしなくていいかなと思うんですけれども、まあ、これの一環でね、まあ、これが行われることに対して、まあ、J クラ内ではこういったね、あの、レギュラーガチャ券の配布ブーツが、えー、などが行われますよっていう感じで取り上げられてました。はい。なあまあ、まあ、ここですよね、今回ね。これ本当に正しいんかっていうね、もう間違えてるんじゃないかみたいな <laughs>。本当は、ボール1じゃないのかとかね、うん、勘ぐる人もいると思うんですけれども、 まあ多分間違いじゃないとは思うんですけどね。うん。しかもこんな期限迫ってるのに。うん。わざわざ間違えないんじゃないかな。まあ J クラ運営さんのことなんで結構ポンすることあると思うんですけど、これは多分、しかも外部サイト、まあ一応その、うん、J クラだけじゃなくて共同サイトみたいになってるのかな。まあどっちかって言ったらでも E フットボールの公式サイトに載ってたんで、多分間違えてないんじゃないかな、と思います。はい。まあ信じましょう。これはね。はい。 で、その他もね、いろいろね、キャンペーンあるみたいでして、まあこれ多分ね、アプリでもね、あの、次の面てか、その次かな、ぐらいには、えー、案内あると思うんですけれども、はい。えー、オンライン投票でね、試合の勝利チームとスコアを予想と、これ結構面白いですよね。こういうの結構好きな人多いんじゃないですかはい。で、結果に応じてね、ゲーム内報酬を後日プレゼントということで、多分当たったらとか、まあスコアまで当てたらなんかもらえるとか、もしくは勝利チーム当てたらなんかもらえるとかあるんじゃないですかね。 こう、ま、報酬のとこにね、グレード85以上ガチャ券などって書いてますけど、こう、熱いですよね。こう、投票するだけとかでもらえたら熱いですけどね。<laughs> あ、あのね、なかなかシェア当てるのね、結果に、結果当てるの苦手な人もいると思うんで、まあ、どうなんすかね。これもちょっと楽しみに待ちましょうね。はい。で、次、えー、視聴キャンペーンということで、まあ、ゲーム内リンクから番組を視聴いただいた方にゲーム内報酬をプレゼントということで、これはね、ま、あこれもね、またアプリ内でね、後日、えー、ちゃんとね、あのー、 つあの告知がされると思うんですけれども、まあ、これ、バモがね、もらえるんでね、まあ、これもしっかりとね、見た方がいいと思います。はい。ちょっと面倒かもしれないですけどね、あんま興味ない人からしたらね、はい。見てみましょう。はい。これを機にね。はい。ということで、まあね、更新日が、じゃあ10月多分ですけど、まあ僕の予想ですけど、18からまあ、1回入って、21からっていうと、21っていうのは、くらチャンビなんですよね、ちなみにね。うん。 そこがちょっと引っかかるっちゃ引っかかるんですよね。ただ、ライトニングエッジがね、終わるのがね、21なんですよ。だけど、まあ、辻褄は合うんですよね。だから次、こっから限定が来るんじゃなくて、レギュラー更新ですよって話は全然あり得るので、まあ、おそらくこの話の信憑性はすごく高いと思います、個人的には。まあ、なんか、リフジ、なんか不あの、不自然なタイミングとかではないので、例えば限定が続いてるのにとかじゃないので、まあ、あらかじめここは予定してあったように見えちゃうので、なんでクラちゃんからなのかはちょっと確かに疑問ですけど、 まあ多分ですけど、こう僕の考えね。<laughs> 更新したときに、あのー、まっ、あ、すぐイベントは、まあ普通だったらさ、限定更新したらすぐラインウェ始まるじゃないですか。ただ、レギュラー更新の場合、そんなわけにはちょっといかないんじゃないかなと思うんですよ。よいつもそうじゃないですよね。レギュラー更新来たら、ちょっと空いて、で、ラインウが始まるって感じなんですけど、これちょっとシーズン途中じゃないですか、今。だから、この流れは多分崩したくないと思うんですよ。だから、次の。 えー、9月の月間 MVP がね次出てくると思うんですけれどもこの流れを崩しちゃうと例えばじゃあね30とかから入れちゃうと30からイベント打てなくなると思うんですよ今の感じだとレギュラー更新後すぐにラン入れというのはというのもここ不具合とかがすごく多分起こりやすいと思うんで打っちゃうとイベントの、ね、期間とかがね多少その不具合とかの関係でもしね緊急面でとか入った時に短くなっちゃうんでそれは避けたいと思って多分こ多分それの関係でクラちゃんから 始めてるんじゃないかなと、個人的には思うんですけれども、まあ、クラちゃんもね、影響こう思ったらね、悲しい人は多いと思うんですけど、まあ、ラインに比べたらね、マシだと思うんで、はい。まそういう意図もあって、ちょっと早、ね、そこから、まあ、クラちゃんというタイミングから変えるんじゃないかなと思うのも含めて、まあ、個人的には信憑性はすごく高いなと思います。はい。と予想します。なので、これ多分間違いではないと思います。で、ちなみに、昨年、 まあちょっと早いって言ったんですけど、昨年はいつ更新だったのかという話をちょっとしますと、昨年はね、ちなみに11月30日なんですよね。うん。ってことは、1ヶ月ちょっと早い。1ヶ月と1週間ぐらい早い更新になります。まあ、これ、ただ、まあ、似たようなゲームにウイコレというゲームがありますけど、ウイコレはね、すごく早くなったんですよね。2ヶ月ぐらい早いんですよね。もうレギュラー更新の予告とかが来てまして。だからこれ考えられるのは、なんでしょうね。まあ、ワールドカップがあるっちゃあるけど、 あんまり J クラとか多分関係ないのはないと思うんですけどもしかしたらそれに、うん、合わせて何か用意してるのかそれの関係なのかウイコレはちょっとわかんないですけどまあウイコレもまあねワールドサッカー系なんでまあ関係あるっちゃあると思うんですけどまあなんかそれに踏まえて何かあるんかなっていうことまで勘ぐっちゃいますけどうんまあそうあるとしたらそこなのかなまあただよくよく考えてほしいんですけれども4月末にレギュラー更新来るじゃないですか ということはだからちょうどまあ半分っちゃ半分なんでまあこれを機にもしかしたらまあ半分半分で前後半ねちゃんと分けようって感じになったのかもしんないしねまあそこはなんとも言えないですただまあ更新日はおそらく、まあ、間違いじゃないんじゃないかなと思うのでもう来週にはもしかしたらね変わってる可能性があるんで皆さんもねただねこれねちょっと早くなったことによってねちょっと予想外のことが起こりましたね正直ね僕ももうちょっとチャレマ週間今の ね、グレードで,できるかなと思ってたんですけれども、まあ、このね、更新が来ることによってね、いろいろ影響が出てきますね。はい、こちらになります。更新が来たらどうなるのかというところで、レギュラーカードとグローリーカードがね、新しくなります。ということはもう刷新されるということですね。全くね。もう引き継ぎとかではないです。ちなみにこれなんでかっていうと、査定期間がね、変わっちゃうんですよね。今だと、開幕してすぐぐらいかな。のデータが元になってるんですけれども、おそらく、 去年の11月更新だと9月終わりぐらいだったんで、まあ、これちょっともしかしたら早くなってる可能性もね、十分にあるんですけれども、もしかしたら一緒かもしれないしね。まあでも、夏の移籍後からにはなると思うんで、まあある程度早くなっても期間限られますけども、まあそういったところの移籍の期間とかもね、入ってくるので、まあ例えば前半活躍した選手が後半グレード上がってたりとか、まあ逆にちょっと活躍が乏しい選手はちょっと下げられちゃったりとかするので、まあグレードの変動とかもね、当然ありますしね。 だからまあ、よし悪しあると思います、更新することによって。だから前半狙えなかった選手が逆にチャレル周回で言ったら、狙えるようになったりとか、まあ逆に85以下だった選手が、えーね、活躍して、特にね、J2 の若手選手とか、今結構限定とかでね、85超えてくる選手とか結構可能性あると思うんですけど、まあレギュラーになると、レが上がって、で、85以上から排出されるとかね。だからまあいろんなメリットもデメリットもあるんですよね、逆もあるしね、そのね、 うん、今言った逆もあるしということで、まあ、いろんなメリットデメリットがあるんですけれどもまあねより最近の,その J, クラ、まあ、J リーグ史上に近づくようなカード査定はされてくると思うんで、まあ、そういった面ではね結構まあリアルに楽しい、まあ、リアルの、ね、サッカーとかも結構楽しんでる人からしたら結構なんか、まあ、よりギャップがないぐらいの、まあ、近くなるぐらいのね感じの選手査定にはなってくると思うんで。 まあある意味、まあ早ければ早い方がいい。個人的にはまあいいと思うんですけど、特にシーズン中なんでね、今ね、まあ、シーズンも終盤ですけど、まあシーズン中に変わるとか、変わることはすごくいいことだと思うんで、まあ個人的にはこのタイミングでもし今後も回るんでしたら、まあいいタイミングなのかなと思いますし、まあ後半にね、より長く期待できるということもメリットだと思うんで、まあそこね、含めてね、今後の J クラには期待していきたいなと思います。 ということで、えー、今日ね、ちょっとね、とある噂が流れてきたので、ちょっとこれについて触れてみました。まあそういった内容もね、ちょっと触れていけて、まあ更新の話とかもできたんで、ちょうどいいタイミングでね、お話できたかなと思います。で、まだね、まあ一応選手予想とかはもう以前にしたので、まあある意味早くやっておいてよかったなと、個人的には思いましたね。まさかのね、こんな早く来ると思ってなかったんで、まあ結果オーライということで、まあよかったらね、そちらの動画も一緒に見てみてください。ということで、じゃあ今日の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。これで失礼します。バイバイ。